こんにちは写真家の湯浅です今回はフルサイズ用の 35mmF1.4 のレンズを比較してみますね。こちら 35mm の F1.4 というのは色々と高性能なレンズが出てきてますのでどれを選べばいいのか迷ってる方もいらっしゃると思います。比較対象はこちらのレンズですね。ソニーの FE35mmF1.4GM。こちらは 商品をソニーマーケティング株式会社様からお借りしてますね。でタムロン SP の 35mmF1.4 ですねこちらは株式会社タムロンさんの方から商品をお借りしてます。シグマの 35mmF1.4 ミラーレス用のアートのレンズですがこれは私が購入したものです。サムヤンの 35mmF1.4 これは古いレンズですけどこれも私の昔から使ってたやつですね。 でサムヤンは古いレンズになりますけど、まあ比較のために出ます。ニコンキャノンっていうのは古いのしかありませんね。あの、キマウントのしかありません。キャノン RF だと 35mm の F1.8 っていうのは持ってるんですけど、まあ F1.8 なんでね、比較はやめました。まず外観から見てみましょう。フードを装着した状態で比較してます。まあ、フードは必ず使いますんで,で。どれも結構大きくて重たいんですが、 ソニーのコンパクトさだけ目立ってますね。あとはだいたい同じ大きさ、重さだと思います。フードを収納して、ひっくり返してみましょう。やはりソニーだけ少しコンパクトで、あとは同じような感じですね。さて、ちょっと室内でうちのワンコを取り比べてみました。もちろんすべて F1.4 開放です。どうでしょう。まあ、パッと見ですね。あまり違いはわかりませんよね。 ボケ具合も同じような感じで、まあ、りだけでどのレンズか当て、当てるっていうのは難しそうです。ソニー、ムタムロン、シグマの3台は、まあ、文句なしの切れっぷりですね。サムヤンだけ少しソフトに見えます。拡大してみましょう。100%当倍画像です。やはりソニー、タムロン、シグマの3台は違いがわかりませんね。どれも素晴らしいと言えましょう。 サムヤンはやはり少しぼやけて見えますね。で、普通の風景も撮ってみました。えこちらですが、まあ、これもパッと見は同じような印象ですねえ。中央部を拡大してみましょう。やはりソニー、タムロン、シグマの3台は素晴らしい切れ味ですね。違いがわかりませんえ。サムヤンのボケっぷりが犬の時よりはっきりしてきてますね。エッジがはっきりしてますからね。 で、周辺画像を比べてみたいんですが、まあ、周辺画像を比べるなら、やはり星空が最適っていうことで、オリオン座付近をね、まあ、月がある時ですが、撮ってみました。35ミ、mm、リなんで、固定撮影だと限界露出時間は、200ルールで6秒くらいしかないんで、ポータブル赤道儀で30秒追尾してみました。ISO は1600ですね。o t トショップで見てますが、こんな感じですね。こちらがサムヤン。 こちらがタムロンこちらがシグマこちらがソニーですねまあパッと見そんなに違い分かんないですが、えー、並べてみましょうまあこうですけどねちょっと分かんないんで、えー、中央付近ですねオリオンの三つ星と大西洋辺りですけど比べてみました拡大してます、えー、これを見るとですねこちらサムヤンのレンズですがパープルフリンジがちょっと目立ちますかねパープルフリンジ ちょっと目立ちます。で、ソニーですけど、えー、なぜか赤っぽい、これもパープルフリンジですかね。えー、赤っぽくなっちゃってるのが目立ってますね、えー。製造自体は非常にシャープなんですが、フリンジが出ちゃってますね。で、こちらシグマですが、えー、シグマの場合はなぜか、まあ、グリーンっぽくなっちゃってますね。こちらも製造自体はキレッキレなんですけど、ちょっとグリーンっぽくなってるんです。なんでしょうかね。 でこの中で、えー、一番良かったのがこのタムロンですね、えー。タムロンも製造はキレッキレで、フリンジが最も少ないですね。色が、色もついてません。星の方にね。えー、製造的には一番いいんじゃないかなと思いますね。周辺見てみましょうか。えー、右上隅の画像ですね。かなり拡大してありますが、 こちらを見ますと、えー、サムヤンについてはやはりまあ像がぼやけてますし、えー、まあパープルフリンジも出てますね像もぼやけてます、えー、あとの3台はかなりのキレッキレなんですけど、えー、まあソニーのね製造を見ると少しコマフレアが出てますねあの星型にコマフレア出てますまあ 24mm もそうでしたけどこの周辺のコマフレアちょっとあるのが、まあ、この頃のソニーのレンズ まあ特徴でもないですけどね出てますね、まあ、これ200%近くなんでほとんど気にならないとはいえコマ集差少しありますねシグマとタムロンについては、えー、コマ集差もなくて、えー、素晴らしいですね、えー、左上隅ですが、まあ、こちらでも同じような傾向ですねただこの3台は似通ってて、えー、とても優秀であることが分かりますでソニーについてはやはり、えー、コマ コマフレアが、コマ収差がね、この星バ×印のように、サジタルもメリジオナルも同じように出るのが、これソニーの2 4ミリもそうですけど、特徴ですね。だからこの3台はどれもとてもシャープです。で、サミアンについてはやっぱり周辺像はちょっとぼやけてますね。流れても言います。あの放射方向ね、メリジオナル方向の収差も出てますね。 こちら3台はとても優秀です。これ200%近く拡大してありますので。まあこの3台ね、まあ、とても優秀だということがよくわかりました。まあサムヤンのはちょっと古いですし、まあ経年劣化もあるのかもしれませんね。まあこちらの最近の3台はね、もうどれを選んでも、えー、満足されると思います。あとはまあ他の好みとかね、値段とかで決めちゃっていいと思います。デザインとかね、統一性とか。まあその程度の違いしかなくて、 とても優秀ですねはい、えー、いかがでしょうか、えー、それでは今日はこの辺りでご視聴ありがとうございました。